約一旦休憩できるね。イーズン、ちゃんとやってるかな。どうかな、あの子たち手加減とか知らないからまた潰されちゃってたりして。ほえー、なんか騒がしい。なになに、なんか尋常じゃない雰囲気だよ。もしかして七賢人が。ああ、だったら大変だよ。イーズン、ついに決定的な証拠をつかんだわ。さあ観念しなさい。だから誤解だと話してください。こら、イシトワールいじめるんじゃないわよ。この人怖いです。悪者め、くらえ。いったー、本気でぶったわね。いくら幼女とはいえ怒るときは怒るわよ。確かに七賢人の襲撃だね。うん、この女の子七賢人の人なの。世界中の幼年幼女を守るために活動してるとかなんとか。アブネスちゃん、イースいじめちゃダメ。あ、戻ってきたわね。やっぱりあんたたちが誘拐犯だったんじゃない。もう言い逃れはできないわよ。ですからそれは誤解だと。キック、私たちもやるわよ。あ、3対1は卑怯。痛い。わあ、みんな強いね。そりゃあこの私が鍛えてあげてるからね。そんじょそこらの敵には負けないよ。アブネスちゃんは七賢人なのに弱いもんね。だとしたらほっといて大丈夫でしょうか。あの子たち本当に手加減とか知らないから。えいやー、私も頑張るです。闇に落ちろ、邪悪は消えてれ。いや、もう痛いってば。もうやめて。誰か助けて。せっかくだし、もうちょっとほっといてもいいんじゃない。珍しくネプチューノさんと同意見です。もう少しだけ痛い目を見てもらいましょう。いいのかな。本当にやめて。バカバカ女神な。今私関係ないよね。口ほどにもなかったわね。みんなかっこよかったよ。えらいえらい。なんで褒めてんのよ。そこは大人として叱るところでしょう。あのみんなちょっと向こうで遊んでようね。ほらほら、もう自業自得ですよ。私の話を全然聞こうとしないから。それは…まあ、ここが託児所みたいなことしてるってのは分かったけど…だとしても、子供の教育がなってないわ。幼年幼女は等しく正しい教育を受ける権利が…はいはい、負け犬の遠吠えを打つ。負けー、バカ女神にバカにされた。ネプちゃん…あんまりいじめちゃダメだよ。あの、すみません、なんかお姉ちゃんが…これで涙を拭いて。
女神の施しなんか受けないわよ。本当にあんたたちが犯人じゃないのね。しつっこいな、何回も違うって言ってるのに。あ、もしかして本当は七賢人が犯人なんじゃないの。は、なんでそうなるのよ。前にブランに無理やり読まされた推理小説がそんな感じだったんだよ。真犯人をごまかすために他の人を犯人としてでっち上げて。うん、そうに違いない。じっちゃんの名にかけて。ネプちゃん、おじいちゃんいるんだ。いや、言いませんけど。な、何バカ言ってんのよ。そんなことあるわけないでしょ。ネプチューヌさん、何の証拠もなしにそれはいささか強引かと。アブネスさんが目を光らせているのに七賢人に子供の誘拐ができるとも思えませんし。いやいや、それこそがカモフラージュなんだって。絶対やりそうにない人が実はってパターンなんだよ。いい加減にしなさいよね。無実なのに疑われる人の気持ち考えたことあるの。そっくりそのままアブネスさんにお返ししたい言葉ですね。今だって他の国で悪さしてるんだし、子供の誘拐くらい簡単にやってのけちゃうってね。ネプギアは私の推理信じてくれるよね。私に聞かれても。ちょっとちょっと、他の国で悪さしてるってどういうことよ。またまた、しらばっくれちゃって。しらばっくれてないわよ。本当なのそれ。本当だよ。ノワールちゃんとブランちゃんとベールさん、大慌てで帰っちゃったし。私何も聞いてない。もうあいつら勝手なことして。ああ、下手人が逃げるよ。誰か捕まえて。逃がさないわよ。待て待て、来ないで。これ以上あんたたちの相手をしてる暇はないのよ。バイバイ、気をつけてね。起きながら取り逃がすなんて、名探偵失格だよ。いつから名探偵になったんですか。でも気になりますね、先ほどのアブネスさんのご様子。七賢人の人たちは一致団結してるって感じじゃないんでしょうか。かもしれませんね。まだ憶測に過ぎませんけど。ネップのプリンちょうだい。ネップのプリン食べたい。ダメだって、これは私のなの。ほらここにネップのって書いてあるでしょ。わがまま言って困らせたらダメよ。ピーちゃんのは冷蔵庫にあるです。やだ、ネップのがいいの。なんでさ、同じとこで買ったプリンだよ。同じ味だよ。そういうことじゃなくて、きっとお姉ちゃんと一緒っていうのが大事なんじゃないかな。ネプテューヌさんがあんまり美味しそうに食べるから余計にそう思うのかもしれませんね。そうなの。だったらネプギア、ペン持ってきて。うん。ほら、ピーコ、こっちもネープのプリンだよ。おお、やった、ネープのプリンだ。うわ、汚い。もっと落ち着いて食べなよ。ピーシェちゃん、おいしい。おいしい、ネープのプリン、おいしい。まったく、だから同じプリンだって言ってるのに。ピーシェさんはそれだけネプテューヌさんのことが好きなんですよ。そうなのかな。まあ、それならまあ悪い気はしないけど。その日から教会の冷蔵庫にはいつも2つのネプのプリンが置かれるようになりました。
ブラン様、各階の柱の補修完了しました。ご苦労様。内装は後回しで構わないわ。引き続き建物の補強を優先で。了解しました。ブランちゃん、お手伝いに来たよ。あれ、なんか思ったより平和な感じだね。血で血を洗う修羅場魔戦中みたいなのを期待してたのに。あら、来たのね。見ての通り教会の修理中よ。幸い被害はわずかで済んだわ。ってことはもうブランさん一人で解決しちゃったってことですか？うわー、ブランちゃんすごーい。 いえ、私は何もしていないわ、実は。ああ、なんて壊しがいのある建物なんだろう。きっとお前は俺様に壊されるために建てられたんだな。よし、待ってろよ。今すぐ全部粉々に砕いてやるからだ。 やめろ、やめてくれ。ブラン様が不在の俺にこんなことをされたら。ん？おいおい、男がそんな情けない顔をするな。叶えたい望みがあるなら、夢があるなら、全力でぶつかってこいよ。もっと熱くなれよ。な、何を言って。とにかくこれ以上壊さないでくれ。ああ、ブラン様がどれほどお怒りになるか考えただけで恐ろしい。バカ野郎、怒られるってことはお前が期待されて愛されている証拠じゃないか。怒られることを恐れるな。むしろ怒ってくれる人に感謝するんだ。ダメだ、まるで話が通じない。ああ、そんなに壊したいんだったら郊外の採石場にでも行ってくれ。あそこならいくら壊してくれても大歓迎だから。なんだと？すみません。いくら壊しても大歓迎？信じられない。本当にそんな場所があるのか？はい。頼む、連れて行ってくれ。その場所こそ俺様が夢にまで見た希望の地なのかもしれない。ああ、ではご案内します。ということがあったらしいわ。それはまた、なんというか。バカだね、そいつ。そこまで頭悪い人はちょっといないよね。それじゃあ、その人、それからずっとそこで働いてるの？ええ、一応見張りはつけてあるけど、驚異的な速度で採掘が進んでるらしいわ。バカとハサミは使いようとはよく言ったものね。でもそれじゃあ私たちお手伝いすることないですね。せっかく来たのに。いいえ、これから教会を壊してくれた落とし前をつけてもらいに行くところだったから、よかったらあなたたちも来る？お、珍しいね、ブランから誘ってくれるなんて。行くよ行く行く。私も行く行く。それじゃ決まりね。あのふざけた野郎、袋叩きで徹底的にぶっ壊してやる。